はい。皆さんこんにちは、ワネルグルビジです。では今回は、信長の野望大使、幕末志士転生物語続けていきたいと思います。まあ、四国にもですね、幕府軍が上陸をしていて、拠点を確保されてしまっているという状況であります。まずは四国からね、幕府軍を追い出していきたいんですが、やっぱり幕府軍どうしても強いので、まあ、うまくね、感激を縫うような形で奪還ができればいいかなというふうに思っています。では、時間を進めていきたいと思います。まずは、お金をね、結構余らせているという状態なので、お金を使っていきたいと思ってます。で、あと農業が全く溜まっていないので、今回は農業と対面にしましょう。軍事はそれなりに溜まっているという状態ですね。これにて表情を終わる。特に兵糧がね、この後ずーっとずーっと必要になってくる、戦いの連続になると思うので、ここは、兵糧をね、ちょっとでも多く、常に確保しておきたいなというところですね。なので、まずは兵糧を金を使っていきます。金を使って、必死に米を買い漁っていきましょう。であとは、どうしても合戦になる場所。兵に関して言うと、いつものワンパターンになってしまって申し訳ないんですけど、準拳銃ですね。これで敵の戦場に展開できる兵力を少しでも減らしておきます。徳川軍がどうやら備中高松岡山城を攻めるようですね。これこの隙をつければ逆に備中松山城とかね、八橋城、上市城、鳥取城、この4つの城を落とせなくもないんじゃないかなっていう気もするんですけどね。なんとか、敵に、まあ、特に徳川軍にというところになると思うんですけど、一矢報いるチャンスが欲しいんだけどな。越前の松平家に関しては、これ見ると、秀忠よ、覚悟する方が良いって言ってるってことは、これ、越前の松平と徳川は合戦になるな。見ておくとね。であれば、交渉の余地もない。結局、旧徳川系、まあ、現徳川系でもあると思うんですけど、に対しては、味方になってくれることはしばらくなさそうですね。まあ、金を無心しに来やがったな。一番。まあいいだろう。片桐が徳川に滅ぼされたという、まあ、バッドニュースですね。さらに、金子家も滅ぼされた。報告します。先月の収支です。漁夫の利を得ていきたいので、まずは合戦できるタイミングがいつ来るのかっていうのを、まあ、しっかり見極めはしておきましょう。ありがとうございました。徳川家に対して宣戦布告が効くタイミングで一気に宣戦布告していく。そのタイミングを待ちましょう。まあ、岡山城とか落ちそうだな、このまま行くと。島津と毛利が我が国、まあ、これはグッドニュースですね。本田家が尾張徳川に滅ぼされた。報告します。先月の収支です。ご命令ください。ちょっと待って、天神山城にいる部隊はどこにいるんだ今。そうか、兵を貸し出してるな。だからこういう状態になってますね。300ってちょっと数が少なすぎる、いくらなんでも。
前線に当たる場所なんで、ある程度の兵の数は、常駐させておきたいので、津山城しかり。かしこまりました。よし、秀忠が宣戦布告してきたな。待っていたぞ、この時を。我が領内に敵が来たな。総合城に敵部隊出てきているという話なので、総合城で迎え撃ちましょう。福沢諭吉、諭吉をここで撃破しておきたいけど、部隊の数、武将の数はともかく兵数がちょっと足りてないな。最低でも3万用意したい。3万用意できるかな。ちょっと確認していきます。いや、本当に徳川軍さ、もう露骨に攻めてくるよね。ちょっとでも兵をかき集めておきたいんだけど、まず、総合城なんですが、部隊を一個にまとめましょう。で、代わりに部隊を追加する。伊予松山から4700。これで迎えると。進みます。で、広島、吉田郡山、あとは日熊山。この辺りからもう部隊を出していきましょう。広島、大津、中村山、あとは、いや、一旦これくらいでいくか。数は2万。これでいきましょう。進め。龍馬に全てを託す。あと吉田郡山からも出します。ちょっと待ってね、部隊がうまく動かせないのがバグ。これヒグマ山と吉田郡山に関して言うと、部隊を出しておいてあげたいんだけど、武将がいないパターンかな、それとも。武将がいないね、ここにね。武将をちょっとじゃあ入れてあげましょう。次のターンになってしまいますけどね。毛利と徳川。おお。毛利が勝利したか。報告いたします。先月の。さては武将の再配置忘れないうちにやります。表情を始めよう。武将を再配置しておかないと使える戦力が目減りしてしまうので、これにて表情を終わる。先に入れておきます。騎馬突撃も入れとく。まああまり使うシーンがすぐにやってくるとも、まあ思えないいい状況ではありますが、ありがとうございました。池田から巻き上げた金がどんどん減っていくな。まあ、広島、吉田郡山、ヒグマ山、この辺り全然武将がいないもんね。今出陣していないよというわけではなく、単純に武将がいませんっていう状態になっちゃってるんで、ヒグマ山には高知城から出す。かしこまりました。で、あとはさらに吉田郡山にも
武将を出しましょう。高知城から出す、津山城から出す、まあここは高知城かな。高知城の方がまだ最前線になっていないので、これで様子を見ていきましょう。問題は蘇郷城だな。諭吉を撃破できるかどうか。志果たさずして勝は終えられぬな。待機します。我々も対面を打つ。まずは国衆将兵、皆の力合わせよう。さらにこの時のために貯めてきた皆の力合わせよう。大使を発動していきます。皆の力合わせよう。さあこれで互角の戦いに持ち込めればチャンスはある。あとはそうだな、まだ慶喜戦ってる状態、どうしようかな。なんかちょっと生っちゃいましたけど、どうしようかな。今なら備中松山城を攻めれば落とせそうな、そんな感じもするんですけどね。行こう。備中松山城には両馬2万を送りましょう。よし、ここで諭吉を撃破する。確実に国衆将兵発動すれば、まあ、数は互角になりそう。部隊数は我々の方が上回っているので、うまく包囲戦に持ち込めれば諭吉を撃破することもできそうですね。で、山内隊は食らう可能性があるので、ちょっと兵数が少ないというのもありますしね。ここはまず一援交をして、こちらは一箇所に固まりましょう。その上で敵を迎え撃つ。鉄砲水を配備しておいて敵を迎え撃ちます。まずは部隊を下げましょう。鉄砲水はもうそのね、チャンスを使ってっていうのも展開としては面白いと思うんですけど、まずは、敵をね、一箇所で集中的に迎え撃ちたいというふうに思います。雨が降ってるからね、鉄砲もうまく使えない状態ですし、敵の軍を包囲殲滅するという戦い方をシチュエーションとして考えています。参ります、始めるぞ。よし、鉄砲水食らったね。しかも2部隊に。ご命令ください、始めるぞ。
よし、まずは諭吉隊4万を撃破したんで、これで残った部隊を使って、四国の奪還を行っていきましょう。細川。統率43なら逃がしておいて問題ないかな。まあ、徳川にね、恩を一つ付けておきます。いや、でも山内隊4000まで減ってるよ。3万で4万、うん、3万で4000まで減っちゃうともう戦えないね。やめてくれ。強すぎる。とりあえず、蘇合城に、部隊を出しましょうか。まだ武将は入っていない。武将がさっさと入ってくんないとな。入ったね。とりあえずヒグマ山と吉田郡山から合わせて1万の軍勢を出しておきます。報告します。先月の収支です。ご命令ください。いや、マジできついな。毎回同じようなところしかお店で行ってなくて申し訳ないんですけど、まず島津がさっさと寄ってきてくんないとさ、そっからだよね。池田がやられたなぁ。これで備中高松、そして岡山、この2つの城が敵の手に落ちてますね。龍馬が出雲の国隊を撃破して、今落ちたばっかりの2つの城、旧池田の城ですね、ここを奪い取るというのが、まあ、一番いいかな。まあ、いつもの鉄砲です。さらに奈落、前尾と敷設して、軍施設はそうだな、陣を張っておきますか。だいぶ狭いね、ここ戦場が。行こう。まずは我々の鉄砲水のところまで敵を引き込みたいので、一応に部隊は下げます。で、部隊数は我々のが多い、状態なので、まあ、包囲戦を展開できるように、迫力の陣を引いて敵を迎え撃ちます。攻め立てよ。やりたい前へ、やりたい前へ。よし、奥に隊を撃破したので、兵1万以上が残ってる状態なので、これ高松城、松山城、この辺りはなんとか取りたいですね。見ていきましょう。前へ。みんなよくやってくれたな。並行して、一応
和睦のチャンスがないかどうかも確認しておきます。あ、和睦のチャンスがないかどうか見ると言いつつ殺してしまった。しびつん言えないね。備中松山城は取りましたね。このままの勢いで龍馬は高松城を取りに行きましょう。備中高松城ですね。で、あとは天神山から部隊を出して、天神山に武将がいない、いるよね。天神山に岡山城から部隊を出します。ちょっと待ってね、今うまく回ってないかな。天神山出陣、部隊編成で天神山ですね。天神山、で、正木対為春であってるかな。こやつはどこに向かうか目標は決まっていないね。であれば、総合城での睨み合いに持ち込みましょう。今、部隊、武将、兵数余裕ある城はもう一つとてないので、なんとか備中高松城、岡山城、この二つの城を取って急戦に持ち込みたい。一旦は僕の使者遅れるか確認しましょう。奥側に、遅れるね。ここは真珠海。和睦が入れるかと思ったら真珠海。真珠はない。そのタイミングじゃない、まだ。参るぞ。進め。報告します。先月の収支です。ご命令ください。いや、金がなくなってきたな。池田から大量に巻き上げた金が。取引を行いましょう。まあ、ただここは金を消耗してでも、消耗してでもしっかりと敵の攻撃を続けていきます。かしこまりました。あと武将が入ってないところある？武将がゼロっていうところだよね。ゼロのゼロっていうところがあれば、そこはね、しっかりと武将を補充しておかないと出陣ができないっていうね、状態になりかねないので、注意を払っておきますが、大丈夫そうだね。OK だ。じゃあ、いつもの準検場。あとは今回農業もできるね。農業もやっておきましょう。推奨、多いな。かしこまりました。草刈りはじゃあ一旦置いておいて、いつもの準検場を今取った。承知いたしました。この近辺にかしこまった。一旦ドカドカッと配置しておきます。志果たさずして打ってくるね。大義名分。ここで合戦負けるってことがあるとまずいので、しっかり指揮を取っていきましょう。部隊数2、部隊数4。うわぁ、きっつい戦いだな、これ。敵の位置を確認して、なんとか。足止めしてる間に敵を、大将を狙っていくしかないのかな。敵の大将がどこにいるかっていうのをちょっと見極めていかないといけないね。ここにいてくれることを祈ろう。一番右ね。ゲチを始めましょうか。位置がバレないように迂回していきます。
あのまま逃げられてたら、おそらく負けてたと思うんですけど、敵の方から向かってきてくれるっていうね。ミラクルが起きてくれた。ミラコこの志、決して砕きはしない。自動婦人にしてもだいぶ時間かかるなぁ。まあ、強行するじゃあ。で、一方、備中、松山城の方ですか。強行。本当はね、あっさり城落ちてくれると嬉しいんだけど。報告します。先月の収支です。表情を始めよう。さあ、表情ですね。ここは大使。今回は商業と対名を入れておきます。商業と対名。これにて表情を終わる。表情割引は欲しい。むしろ一番先に欲しかったな、これ。だいぶ低価で買いましたからね、表情は。行くぞ。岡山城を、土遺体で攻撃していきましょう。で、どうだろう。伊沢城には5名隊を出します。出陣します。ここでも慶喜が出てくるのか。やるな、慶喜。はい。では、ちょっとまた今回も全然進められてないんですけど、時間がいい時間になりましたので、今回ここまでにします。ただ、一つね、進められていないと言いつつも、備中松山城は奪取しましたよね。備中松山城は奪取したので、備中松山城を足がかりに、岡山城、高松城、伊沢城、さらに徳島城を取って、なんとかね、地盤を固めていきましょう。で、上に関して、この上市城とか鳥取城とかに関しては、島津のために残します。島津が直接徳川と相対するためには、徳川とね、両国を接してもらう必要があるので、このあたりは島津が取ってくれるようにお膳立てをしたいと思っています。では、今回ここまでさせていただいてですね、次回またこの次をプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。